どうもこんにちは、レザーです。今回は今回はこれを紹介していきたいと思います。というわけで、ハリボーグミ、なんかよくある、あ、めっちゃ綺麗に映ってる。はい、あの今言ったんですけど、ハリボーグミを持ってきました。あ、持ってきてねえわ、買ってきました。はい、金払ってきたんですけど。というわけで、今回はこの可愛いクマのぬいぐるみじゃなくてグミを買ってきたので、まあね、これをね、食べていこうと思うんですけども。というわけで、ハリボーグミをまあこれぐらい用意したんですけど、うわすげえ。まあただね、これ食べても面白みに欠けると思ったんで、今回はこれも買ってきました。海外で売ってるな、名前なんだっけこれ、名前わかんねえな。辛いグミですね。はい、ザ・ワールド・ホットネス・グミ・ベアって書いてある。もう調べよう。ちょっとアマゾン見てもなんかちゃんとした名前書いてなかったんで、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、アマゾンだとこう書いてあって、 YouTube で話題のたった一つで900万スコビル、世界一辛いグミって書いてあるんですけど、なんかいたずら厳禁って書いてあるんですけど、まあ自分にやるんだったらいいかなみたいな。 3g 1個入りで、そうなんですよ、これ1個しか入ってなくて、これでいくらだっけ、数千円してバカ高いぼったくりクソなんですけど、はい、ウォーリーってなんか注意危険みたいなの書いてあるんですって。本当にヤバいやつかなって感じはするんですけど、まあね、この大量の甘いハリボーの中に一つだけ世界一辛い900万スコビルの似たようなグミを混ぜ込んで一緒に食べたらどうなるかっていうのをちょっとね、楽しくやっていこうかなって思います。じゃあ早速これを開けていこうと思います。何これ、あー、なんかダイナマイトみたいなの書いてありました。あ、なんか YouTube、 なんか YouTube マークもついてる。なんなんだろうこれ。これ、Can you go a full five? ミニッツは、もうちょっと出そうとしちゃったんですけど、じゃあこれが、噂のクソ辛いグミです。トゥルー。というわけで、はい、この辛いやつがあるんですけども、サイズはちょっと違うみたいなんですけど、まあね、この中に突っ込んで適当に食ってけば気づかないうちに、まあ、同じ色もあるんで食っちゃうかなみたいな。はい、そこのとこのリアクションをね、見てくれればいいんじゃないかなって思います。早速やっていきます。というわけで、あの準備してきたんですけど、はい、でこの辛いグミを、これこれだっけ、まあいいや、多分この辛いやつがこれだと思うんですけど、まあこれをね、こうやって中に仕込んで、で、あと適当に目つぶって、まあ下見てくれいいかな。適当に、あの、見えない状態でガラーってやるんで、まあそっからは、まあただ楽しむだけですよね。はい。というわけで、まあね、この普通のカメラのレンズっていうか、モニターを見ながらね、適当に食っていこうかなって思います。これ匂いついてんか？なんか腐ったガムの匂いがするんですけども、まあ、というわけで、早速食っていこうかなって思います。いただきます。じゃあね、早速ね、ちょっと適当に混ぜてくんですけど、あー、これはもう結構わかんねえな。あ？なんか、ハリボー自体、久々に食べるんで、なんか、いつぐらい、いつ以来って感じなんで、すごいワクワクしてますね。じゃあ、いただきます。適当にここら辺から。うん、なんかちょっと辛い気がするんですけど、なんか思い込みだと思うんで、まだ食ってないと思います。え、これ食ってないよね。なんかちょっと辛い気がするんだけど、なんかピリピリするんだよこれ。てかハリボーグミって結構味の種類あるんですね。全然知らなかったわ。この中でハリボーグミで騙されやばそうなのが、いちご味とラズベリーがあるんですけど、まあその2つが赤色なんで、まあね、騙されるとしたらそこら辺なんですけど、これ下気になっちゃうの、すごい。これ多分普通のレモンかパイナップルですね。わかんないですけど、これが多分パイナップルですね。めっちゃくちゃ甘い。
まあちょっと怖かった。超かて腹いっぱいだ。カップラーメン食いて。失礼ですか。焦った今。なんか棒持ってるように一瞬見えたから、一瞬焦りましたね。はい。いや、これはクラブメリーか。ラズベリーか。うわ、なんか、違う甘、変な甘さ。最初違うのがあるんだね。全然気づかなかった。ほら。気持ち悪いマジで。あ、ダメよ、ダメ。痛い。やばい。これやばい。これ本当やばい。やばい。うわ。
口痙攣してる波に、てか痙攣してる。すげえ、なんかパリパリする。パリパリフィーフィー。電流走ってる、電流走ってる、マジで。口の中やばい。これやべえ、これほんとやべえな。